ラジオ、あれ？あ、大丈夫か。なんか一瞬こっちの画面でラジオ配信の画面になってた。なんか電波悪いかな、もしかして。電波悪そう。あ、回復してきたかも。危なかった、一回止まった。今普通に動いてる。でもそう、なんかこっちの方に出てる数字がだんだん回復してきた。よかった。ふくふくこんばんは。あやなちゃん、もうちょっとコロナ落ち着いたらまおちゃんとさささ見に行きます。やったー、待ってる待ってる、みんなで来て。ま、どうも、あ、女の子出ちゃった、まお。清く正しく美しく、大丈夫大丈夫。あ、ありがとう教えてくれて。けいここんばんざい。けいこだー、いらっしゃい。けいこ、けいさん、けいさんまた会えるの待ってるよ。けいこ、しばらく会ってないね。まあ、ちょっとやめてよ、恥ずかしい。ほら出ちゃってる出ちゃってる。バッチリアーカイブに声入ったし。あられ、じゃゆずパパ動画ね。帰り道聞いた。言ってた。え、でもそう、清く出れるのが久々だったから、自分もやったこと自体久々だったし、出れたのも久々だったから、そうめっちゃ嬉しかった。タラララララタラララララタタ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 見つけて買って食べた。ま、めっちゃ美味しい。ニューデイズ押せる。まあ、前からニューデイズね押してるんだけどね。まあ、あら、名前出てた、名前出てたよ、あなた直前で。あやねちゃんと待ってる。あやねちゃんとまおちゃん、みんなでおいて。まさちこんばんさい。あー、まさちありがとう。リリーベ、ささまる真ん中の記憶、そう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 、久々だった。そうなのだ。すみちゃん、さ、ニューデイズは神。ニューデイズ前から押してる。そう、でも店舗数が他のところに比べてやっぱ少ない、駅だからね。駅にあったりなかったりだから、セブンとかローソンとかファミマとかより少ない。ナポはっ、GTR こんばんざーい。よいしょって顔文字。タレカツおにぎり、リリーベ前にギリギリラスト行こう。そう、あんまりね、ニューダイス行っても売ってたり売ってなかったりなんですよ、うん、いや自分が行く時間が悪いのかな。まあ私も久しぶりに真ん中で女そう、真ん中だった。真ん中で女だった。端っこで女出てたことはちょいちょいあんのかな。アク先生、さあさあ、今日リリーベの時渡されたチェキ見て、一人で崩れてたアク先生じゃないですか。ひなこん、キツネのこん。ちょっと残念ながらもうね、耳を外しちゃったけどね、リュックの中に入ってる。ちょっと今度あれつけて、ドンギツネやろうかな。ドンベ買ってきて。あらね、愛知の、え、ニューデイズ、え、ないの。え、もう全国どこにでもあるのかと思ったけど、え、違うのかな。そうじゃないんだ。え、びっくりした。え、ニューデイズのこと驚き。
愛知は何が多いんだ。なんか地域によってさ多いコンビニってあるよね。 3F とか今、あ、でも 3F はあれか、ファミマになったのか、九州合併、なんかいろんなものがファミマになっていく気がする。ナポスケアクションさな、ハッシュタグナポスケアクションすると何あるの、な、給食届けてくれる。タラマル、タラマルもね久しぶりにありがとう、本当に嬉しかった。まあ端っこはないな、女でまあ男でじゃんもう一回、え、髪かける仕草したっけ、あ、したかも。そう言われるとな分かんない、どっかで出るかも。ちっちゃいタレカツおにぎり買える、おー、そう、あれカツはみ出てるんですよ、もう大盤振る舞い、カツの。そっか、東日本か。JR 西日本なんかないのかな、なんかそういうの。え、キオスクは、キオスクもそう。あ、ジュンヤこんばん。まあドンギツネ間に合わなかった、ドンギツネ、ドンギツネまた今度やるから。え、今日のは犬だから。なんか本当はね、あれ犬のが在庫なくって、その値札みたいなのあったんだけどそこになくって、キツネとかオオカミもねあったんだよね。オオカミ今度買いたいな。キツネの写真だとこういう感じでつけたんですけど、これはキツネだなと思ってちょっとこうつけた柴犬的な、ちょっと耳の長い柴、だから今度このバージョンでどん兵衛買ってきてどんぎつねさんやるよ。やすのりこんばん、速度制限解除なんかも、いえいえいえ、教えない、某元アイドルなんでフォローはどうしたらかね、アタオカだと思ったからで、アタオカだと思われた、真面目だよって真面目なツイートする。いつもそれサンクス3、あ、サンクスか、あ、 3F は違うのか、そっか、サンクス、アク先生まあまあ離れたの分かるぐらいもう大体しかステージからめっちゃ分かったいいと思う、もっと出してこ、そういうとこ、特にアタオカではない人っているのか、真面目な人もいるよ。タルマル中央でふんぞり返って、まあ男も出ん、あ、男も出なかった何が出るんだろう。ただこんばんは、ただだだ、あ、この配信ね24時半まで配信します、公式ルーム。あき先生、最寄りのニューデイズにタレカツおにぎりあって買ったけど、あー、そう、よくやる、笹ガモン美味しかった、美味しいよね、みんな食べてくれてる、食べてくれてるって、なんかまるで私が商品開発したかのようにあと最近ね、笹ガモンはこれにめっちゃ、これが好きすぎてめっちゃ食べてる。ごめん、ちょっとなんか開封済みの袋で申し訳ないんだけど、ファミマに売ってるスイートポテトパイ、これめっちゃ美味しいから、多分秋超えたらなくなりそうな気がするから、みんな食べて、開封済みのやつですいません、まあ、ドンイーヌ、ドンイーヌってなんか語呂悪いな、ドンタヌキ。たらまる声も出てるしダンスも綺麗かってプルありがとう、多分そうだね、タラマルが前に見てくれた時に比べたら声量は大きくなったかもしれない。アクセス、狼だとリーヤ、あ、あれ赤ずきんつちゃん、キーさん、ササのドンギスネを買ってください、いつやろうかな、もうちょっと寒くなってきた季節に、
冬に、冬まで待てるかな、笹川がやるかも。ドンギツ、ドンギツネコス水ポコポコも制限解除今月から。おお、50ギガん、50ギガどこの会社だ、わい60ギガあったのにもうね使っちゃった。ニューネット大きい駅しかないから。あーそっか、栃木、え栃木どこにあんだニューデイズ。でも新潟も大きい駅とかにしかないと思う。安成ハートとくれてる、ありがとうハート。あスクショ撮ったの、あらちゃんと目開いてるから。真面目な人ってオタクにならない、そうなの、真面目の基準って分かんない。だらまる24時半からチャップチャップ配信は残念ながらないです、すいません。チャプチャプ、あお風呂沸かそうと思ったのにこの時間のうちに忘れてた。マンライダーこんばんさい、昨日ステージ あ, ーありがとう、ワンマンライブ、ま、毎回1本減ったやつ見せてくれるの顔か毎回だっけ、え前もそうだったえ記憶にない、自分も食べた、美味しかった美味しいんですよ。あらね、コンビニ商品って、そうそうそう、自分の気に入ったやつに限ってすぐなくなるんですよ、入れ替わって。そうなの、焼き餅こんばんざーい、焼き餅も今日お見かけしたな。ですね、今日横浜でお好み焼きたらふく食べすぎて大丈夫だ、あなたいつもいい炭水化物食べてるよくラーメン食べてる印象。リアの声、あそうね、カトリシンゴ、そう見てた、見てたけど、でもさすがに記憶を薄れてるけど、赤ずきんちゃった家でお母さんも確か好きでめっちゃ見てた。先生この間言ってたやつ今日探したけどないと思う。セブンも美味しいのいっぱいあるけど、これファミマ、ソフトバンクメリハリプランで前より、ソフトバンク、ソフトバンクって人口多いよね。焼き餅ワンマントリリーブを見てダンス見たもイケメンだと思った。嬉しい、それは嬉しい、言われるのかっこよくなりたい。ただまるジューシーに CD 予約して時間たから UK ラーメン食べても時間もた、あそうそうそう、今日さ開演ちょっと遅れちまって申し訳ないです、遅れちまってね、髪かけるしぐさのとこだから、髪かけしぐさ好きなのね。ただまる地べたに座ってました、地べたヤンキー、すみちゃんニューデーさん、そうなの、ご当地の商品置いてくる、そう本当に他のコンビニとは違うものを結構売ってくれている、わかる、あと普通に美味しい商品が、ニューデーズ推しコンビニの中だと、でどのコンビニも好きなんだけどニューデーズだいぶ推してる。なんか先生あいつも JR の駅前ホームに何かしらのコンビニのようなものが、あでもたまに都内のなんかよくわかんない全然見たことないコンビニとか、えこれこれ何他に店舗あるみたいなのたまに見かける。15分経過しました、153日、ジージバンザイではイケメンだけど配信ではあれ、ジージヘクタール、春菜推しの方かな、もしかして春菜ちゃんルームかな、その春なんで合ってるかなもし違う春なんだったらごめんなさい
だからそうステージとギャップあるって言われる話してると、まあ、前回も一般あれ嘘え全然記憶にないカツコスコス歩幅前進うん治らなライミーハートありがとう。ワンマンの余韻ね、わかる、めっちゃ引きずる。でもワンマンの余韻も感じる間もないほどに、もう今日朝レッスンしていろいろそうもう余韻感じ浸りたかったけどね、全然浸れてないまだこれからこれからやっと浸り出すところかもしれない。動きの特徴が、あダンスとかかな、一人一人違う、パワータイプとか美しいタイプとか。今日も笹川さんイケメン、イケメンさ、自分の好みがかっこいい女性、じゃあ笹さんだね、キラーンってなりたいけど、そうなりたいけど。栃木小山宇都宮石橋にある、あーでっかいとこだ、近くない、佐野はパンダちゃんアキ先生、リーはワイもよく覚えてないけど目がキラキラしてるイメージ、キラキラ、あれ灰色の髪したっけ、うん、なんか灰色と金髪になかったっけ。姫ちゃんのリボンと赤ずきんちゃちゃの、あ6人の頃のもうね世代がね絶対バンズイジャパンの若いメンバーに言ったら全く伝わんないやつ。リボンの笹の浮世が、あーありがとうカツ、よかった。もうちょいちょいバージョンアップしてってるんですよ。あと先生にもこの前なんだレッスンの時とかリハの時とか見てもらえたから、そう見てもらえてやっぱりブラッシュアップしてもらえるっていうのは本当ありがたい。自分じゃ気づけないとことかこう先生になんかこう直したりしてもらえるので、そのうちのプラン25ギガ、配信とか見てるとね足んない。パンダちゃん瀕死状態だ、パパ髪かけるしてください、好きです。そう髪いつもかけてるからね、めっちゃかけがち。トンハロー、トンずっとビギナーなんだな、なんだブラックジャック、マイマイキュンキュン、なんか先生うちの周りのニューデイズは何ですか、山形フェアやってた、そう結構東北あたりやってるのよく見る、新潟、新潟フェアね、あと北海道フェアもよく見る気がする。えそれ店舗によって違うのあれって。ジージーさんツイッターフォローしました、あー最善で財布ってありがとうございます、あなるほど嬉しい。そうまだ顔と名前一致してないからさせないと、ありがとうございます。パンダちゃんもハートくれてる、ありがとう。リズパパリリベの回数、そうそうめっちゃあります、11月、ビレバンさんでもたくさんあるらしい。みぞちゃんだ、今日リリベいた、来てくれてた、こんばんざい、バッチリ見えたぜ。いやいや岡田奈々さんの会話の人と会った時サスさんのこと、2人知ってて、何さん、ぜひぜひ一緒に来てくれたらいいなね。あのリリーベとかさ、リリーベすごいやっぱり初めての方向けだと思うんでね、結構まあ今のご時世的になんか観覧フリーというより CD ご予約いただくと入れるよみたいな感じだけど、そうでも実質入場料はね無料だからね。そうリリーベー、あと結構バンザイジャパンのライブが、まあ、合同とかじゃない限りすごいたっぷり30分とかあるしね、
逆に台湾ライブの良さはなんかこう広いステージなことがありがたいことに最近多いから、広めのステージはその分大人数一度に出れたりするから、推しメンの出番とかも結構見れたりするかも。リリーブ楽しかったし、さっさん目線がかっこいい。え、目線、目線褒められたの初だ、ありがとう、楽しかったな。すみちゃん、さっちゃんがタレカツおにぎり買って食べてるところにうちが食べてたらラプトの魔人みたいに現れんの、ボンよ、どこでも来る。アク先生、リリベ続くからレッスンする間もなかなか、はあ、確かに変則的になってっかな。どうだろう、まあでも必ず週1回はね。あと最近結構なんかあれだな、朝とか朝ライブの確認したりとか。ブラックジャック、新潟って方言の、新潟は濁点が多い、うん、あとイントネーションが若干ね、イントネーション語尾が下がりがちらしい。だからあのずっと服と靴とかなんだろうらしいけど、服って言ったり靴って言ったり卵って言ったりいちごっていう、うん、等間の基準って人それぞれ、わかんない、うん、水パパ、昨日桜チル聞けて、今日も聞けて行ってよかったなってなってる。あ、そうね、今日は笹川の代わりにみおちゃんが入ってくれました。みおちる、みお桜ちる、よきよきのよき。ちょっとライブの動画見るの楽しみだな。半分終わった、何何作業。みどりちゃん、こっそり緑振ってたんだけど、あ、そう、緑イメージカラーはね、笹だから笹の葉色で覚えてください。アク先生、 JR 東日本の地域のものをいろいろね。でも西のものも、沖縄のなんかサーターアンダギーとかチンスコーのやつとか、あれ売ってる、たまに。すみちゃん、明日で、おお、あれだ、日芸のあの日から丸5年、イエーイ。あとは笹川もそっか、見に行ってから。笹に会えるのは来年か、来年になるか。え、でも11月7日ライブあるよ、ライブあるある。ジージさん、イケメンダンスだけどセンス投げるとかセンス投げ下手なんですよね。え、でも今日はまだ良かった、今日はなんかね、最近投げてなさすぎて下手になった昨日のワンマンはやばかった、センス、自分のセンス投げ下手すぎてオエドパレードでしょ、ラララ、みんなこう普通にポンって上に投げたのに、笹川の昨日のワンマンのやつはめっちゃあちこちなんか猫が猫じゃらし取るみたいなみたいな下手すぎた。水パパ、ビレバン CD 販売開始が18時半開始で、仕事終わりに間に合わない、仕事終わりに間に合わない、仕事終わってからだと間に合わない、早いってことか、うーん、入れるといいな。水パパ、リリーベのお宅なので、これじゃないよ、待ってる、大丈夫、たくさんあるから、キリシステムかな、リリースイベントかな、なんだろう、わかんないとこあったらいつでも聞いて。トーグ、え、トーグ初リリーベだったの、そうなんだ、そうだったのね、おめでとう、リリーベデビュー。ブラックジャック、バンジージャパン恋愛禁止、あ、特に定められてはないルールで、うん、まあ暗黙の了解ですよね、
あ、サードリリーブデビュー、そうだよ、今日第1回でした。サードリリーベー、かつ今月忙しいから。あ、そうなんや、頑張れ、忙しかった。お腹すいた、お腹鳴ってた。みどこちゃん、さあちゃんに恋してる、恋してくれてるの。また推しのことは別ってこと。ささがに恋しちゃいなよ。ラク先生、リーベ今1枚買わなきゃダメだけど、当日フラット行けるのは。あ、フラット、そう、魅力的で広めといて、拡散拡散。じゃあ AKB さんと一緒の、あー、なんとあれだ、あ、じゃあ笹川多分いなかった時かな、 AKB さんと一緒だったってこと。え、でもどうだろう、何回か一緒になってるか。マレーシアが笹川行ってないんですけど、でもそう、 AKB さんと一緒だった気がする。あき先生、誘いたいけどそこまで積極的に誘える人が意外とすごい人脈広そうだけど。けいちゃん、あたごんばんざい、あたごんばんざい、なになになに、けいちゃん、水パパ代わりに今日は誘まる、そう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 、いつもしおちゃんがやってるとこだった。手を拝借。リリーベ名古屋に、名古屋にね、やりたい。また前の時はあったんですよ、名古屋リリーベ、めっちゃ寒かった記憶。みどちゃん、あ、ゆきなちゃんと方言近い、そうなんだ。え、群馬なまり聞きたいな、ゆきなちゃんの群馬なまり。これからも緑振って振って、ちょっとあゆちゃんピンクと笹緑で桜餅。11月7日あるよ。大体ね、もう土日はもう絶対土日祝はイベントあると思ってもらっていい、ほぼほぼ、うん、ほぼもう 95% ぐらいの確率である。うん、ブラックジャック、新潟では新潟では笹、東京では笹東京でも笹川、笹は笹川、笹、やばい、そろそろ、え、もう30分なってた、早ー、やばい、お風呂入る予定がちょっとごめん、シューンって読んでく、ちょっとスピード読み早めて。新潟で、あ、読んだわ、センス投げし、あ、それね、見たかった、なんかすごかったらしい、センスキャッチしたとちょっとそう、できたみたいな顔しちゃったうん、ほんとセンスあばれてかっこよく、かっこよく煽ってるつもりだったのに、センス投げダサいっていう笹が。仕事終わりだと、あーね、いや、ちょっと望みを捨てずに。かおこさん、囲み取ってくれたかおこさんや、リリーはお疲れ様でした、ありがとう。かおこさん、11月7日って、そう、普通のあの台湾ライブ、うんうんうん、ちょっと、あ、もう解禁してるから告知しますね、いろいろ、いろんなライブの告知が。先生、人数制限あったら私間に合わないから上限来たらライブお泊まれ、すごいあれ、人気のアーティストのドームとかのライブみたい。うんうんうん、何のか、あ、そう、ブレイズ大抵出たか、大抵出たって、やった、告知しなきゃ。ネロ、お疲れ様でした。まあ、お祭り騒ぎの時タオル扱うのなんか難しそうだった。あー、お祭りのタオルね、難しい、あれよくクルクルってなっちゃう。あれ、名古屋リリベ、そう、あそこの観覧車な、思い出の観覧車、もうなくなっちゃったか、なんかツイートしてたの見た。リリベ、リリベいっぱいあるよ、そう、これから、うん、今日が第1回だったんだけど、サードのやったね。皆さん、サードメジャーリリースシングル1月26日発売、バンザイファイター、縁起がいい街、エールデリバリーの3曲、ぜひよろしくお願いします。全部新曲です、なんと聴けるのをお楽しみに。やっぱ目できない、え、嘘、でっかい
知人、あ、知人さんも名古屋の方？そうなのね。名古屋行くよ。一番遠征してるとこだから。ホワイトでセンス抜くときに、あー、通りで、あの A メロの時キュロキュロしててどうしたんだろうって思った。風呂なしは、その風呂、お風呂に入って、待って、理想は25時半、1時半から笹川ルームラジオ配信する。バの落ち旅でセンス、あ、そうだったのね。なんかいろいろあったな事件。行けるかな、来れるといいな、バナちゃん。でも、え、今年1月の名古屋、やばかった風ピューピュー吹いてる中ステージした。ゆずパパお疲れ様、ありがとう。先生、声をかけられるばかりで、うん、でも声かけられる、すごいすごいね。キスさん、リリーベまた待ってます、来てくださるの。ではまた。アク先生、公式配信お疲れ様。お風呂入ってる間に今日の、あー、そう、ハッシュタグリリーベ万歳してください。ジュリアンの社会ちょっと気になるなそれひな、お疲れ様、ありがとう。じゃあ笹川公式配信はここで終了ですが、このあと深夜1時半から笹川ルームラジオ配信の予定、1時半からできるから、うん、そして今日26時5分、このあと深夜2時5分から、東京 MX 見れる方は東京 MX さんでやるガールズポップパラダイスという番組で、ね、以前そのイベントで収録したライブの映像が流れるので、バンザイジャパンも出ます。ぜひ見てください。コメント動画も多分流れると思う、うん。ブラックジャック、ほなね。あ、よしろセブン、ごめん、終わっちゃうとこだったわ、ありがとう。じゃあ終わりたいと思います。バイバーイ。